はようございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。朝だね。途中なんですよ我は今。なんかさ、いつも迷うのがさ、なんかメイクはしていかないんですよ、お稽古でも。なんか顔に塗っとかないと、なんか唾液がね汚れてるみたいな感じだから、なんか顔面にはね塗っときたいんですよ。いつもはこちらですね。ラ・ロシュ・ポゼ UV イデア XL プロテクション BB01 化粧下地&日焼け止め乳液というこちらをね塗っておるんですけれども、やっぱこれね、保湿力があるからね、ちょっとテカテカしちゃうんですよね。で、一瞬日焼け止めこっち塗ろうか。こちらはですね、ニナル UV モイスチャークリームで、ね、こちら塗ろうと思って、こっちもね、結構もってりしてるからさってなると、こちらかしらね。ビオレの UV、 これを顔面に塗るか、もう全然もう何もせずいくかやねんけど、でもなんか顔には塗りたいんですよ、外気に触れたくない。今日はこれ塗ってってみるか。腕にも塗っとこう。もってりとはなんかもってりするんですよね。あーでもこれもな、難しいよね。何でもかんでもさ、やっぱちょっとテカテカするよね。ねえ。どうしよう。え、でもみんな普段何も塗ってない？塗らんでもいいんかな？なんかおにしはメイクさんに、なんか休みの日とかでも、なんか塗っといた方がいいよってメイクさんに言われて、でそっからね、何かしら塗るようにはなったんですけど、塗らないかな。日焼け止めは塗ってる、一応化粧水はしてる。あー、男は素肌。男性の方ってさ、まあ最近もメイクしてる方とかもめっちゃ多いけどさ、ここでも歯が綺麗な人多い印象ね。日焼け止めは塗れてます。やっぱちょっとこれ塗ってみようかな。ちょっとずつね、マスクしてる意味。やだちょっとやだちょっとやだわ、隠すわ。あ
なんか久しぶりに顔面にさ日焼け止めを塗った気がする。これがっつり、あでもいいんじゃない、どうどうどう、分からん。でもさ家のさ洗面所ってさなんか漏れるよねなんかさ家の洗面所でさ見ててさ、よし大丈夫やと思ってさ外行ってさ、外のなんか反射とかで映る鏡とかでさ自分見たら、あれなんか今日あれなんかブサイブサイクってなんかなることマジめっちゃ多いねんけど、なんか家のさ洗面所って漏れへん、明るいから。いや明るくなくてもね漏れるんですよ。なんか昔から洗面所は顔面が漏れるイメージ。よし塗った。あでもほらちょっとテカテカしてるよあテカテカしてこなくなるもの。洗面所配信多いの、うん、それはねまた違うんだけどそれは全然、ね、気分とかで変えんだけど、あでもこんなもん。最近さ面白かったこれおすすめなんですよ。こちらですね、フジコの油取りウォーターパウダー、メイクさんがね教えてくれて、これ油取り紙になるんですよ。そうお水のね、そうこれでポンってこうやって、これ持ってっとけば別にいいか。いやー、うん、そのクロマチコ欲しいんだけど、普通にドラッグストアとかで売ってるって。これドンキで50枚248円とかなんかそのぐらいだったよ。安かったから買ったらめちゃめちゃでかくて家の中以外で使えへんかなそう、そのめっちゃ前にね久しぶりにドンキ寄ったんですよ。だからなんかすごい安いものばっか売ってるコーナーみたいなのがあって、そうでそこ行ったら置いてて、これがやったーと思って買ったけど、でかすぎてスカスカ横、だからこれは外ではつけれない。うちらにはちょうどいいと思って、いやでもこれでかいと思うよ結構、うん、普通の大人サイズよりちょっと大きめな気がする勝手に。今ここバッテンにしてるけどさ、なんか大きいねんな、めっちゃデローンってデローンっての普通サイズのマスクも全然つけたりするけど、こんな大きくないもん。だからこれがちょっと大きいんです。
よし、ヘアオイルも塗ったし、日焼け止めも塗ったし、眉毛くらい描いとくか、じゃあ。なんか眉毛って大事よね。眉毛って大事よね。シャキーン。ねえ。どうすぎる。もうあればいいね。そう、適当とかでもね、いいんです。書いたっていうその実績があれば。そう、お店はいいんです。そう、お店は今日眉毛を書いてるって、その事実だけでやっていけるもんなんです。そう、大西ね、今までねメイクそうしてきてたんですよ。最近はね、最近はっていうか、これ今年入ってからかな、なんかねメイク変えようと思って、大西なんかね初詣ってほどでもないねんけど、まあまあ初詣って感じの雰囲気じゃない、雰囲気っていうか情勢じゃなかったじゃん。っていうか、情勢っていう言葉ってさ、ちょっと違うのかな、大西。今までさ、このような情勢の中、こう、劇場に足を運んでくださった皆様と言っててんけど、大西、情勢って使い方もしかして違う？なんか、違うらしいね、平野さん言ってたね。そうやね、そう、情勢。この間 LINE ライブね、あの新三国無双 IF の LINE ライブした時に、そう、そういう感じのこと言ったら、そう、違うって平野さんが、そう、大西のね、旦那さんの役の方なんですけど、違うって言ってらっしゃって、あ、そうなのかと思って、大西今までずっとそうやって言ってきちゃったと思って。そう、あ、じゃあ大西今までずっと、でもね、少女ルハの時はそう、情勢で教えてもらって、これは使い方がもしかして難しい言葉なのかな、もう使うのやめとこうかな。そう、情勢って何だ、状況と何が違うんだ、状況はでも状況でしょ、情勢、情勢って何だってね、かけた、情勢は揺れ動く状態、ご時世は固定された、なるほど、確かに間違ってはないけどって感じか、じゃあ、時勢かな、じゃあこれからはやっぱり情勢っていう言葉をもうさ覚えすぎてて、勉強になった、全然勉強になった、気をつけよう、癖で言っちゃいそうだけど、言ったら言ったら、まあ間違ってはないから、まあ、でもご時世だね。よし。
寝た。なあ、20分ぐらいから配信したいなってことは今40分ぐらい20分過ぎたっけ。40分か。どこかな。じゃあもうそろそろ、もうね、ちょっとあとはズボンとメディキュットを脱いで下着替えて準備していってくるわ。あー、今日は夜までちょっとね、めちゃくちゃ先が長いので、頑張ってきます。じゃあランキングの方呼んでいきます。いきますよ。下そんなだったの。ヘイヘイメディキュットもうこれせな、もうこの西は多分もうね、筋肉痛が止まってないと。はい、いきます。1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が RTO アットマーク大西郡マリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がミタアットマークももちゃんしかかったんさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が、コーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がのじさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位が鳥まんことさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がかっきーアットマーク大西郡アットマークネマハモルーマー劇場版3時13時までさん、ありがとうございます。イエイ。そして、11位がおまめアットマークドミーさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がイチヨシ ABS さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がアルさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとう。ということで今ね、言ってくださったんですけど、 AKB48 の新曲ネモハモルーマーのもう3時受付なの。早いね。この間始まるよーとか言ったばっかりやな。そう、握手会じゃないわ、オンラインお話し会の受付がの今3時なんですけれども、本日のお昼の13時までということで、ぜひぜひ。今回早い、え、早いね。前こんな早くなかったよね。こんなポンポコポンポコやっと、さっきこんな1日ごとみたいな感じだった。まあ1時、2時、3時、4時って早いよね。ね、ねとか。そう、あ、3時から複数回申し込みできて、あ、むしろ1時、2時はあれなのか、できないのか。あ、そうなのね。よかったらぜひね、まあここでね、こうやってお話まあできてるっちゃ、まあ、できてるけど、あのね、まあでもオンラインの話し会はね、まだショールームとも握手会とも違った良さが全然たくさんあるので、そう、ちょっと良さを言うとちょっと時間がねかかるから、ちょっと今は言わないんですけど、でも大西はオンラインの話し会すごく
大好きなので、その友達との電話って感じで、その方のお家とか見れたり、そう、あ、こういう感じなんやとか、結構ね、結構親密な感じだから大西は結構ね好きなんですよね。そう、プライベートプライベートみたいな、わかる？握手会とかはさ、もちろん直接会えるけど、二人とも結構オンな状態じゃん、なんか。でもオンラインの話し会はお互いオフだから結構好きなんですよね、大西は。なんかプライベート空間に踏み込んでいった感があるから好き。まあということでですね、たくさんの方と大西お話ししたいので、ぜひよかったらよろしくお願いしますということで。なんで大西さんもオフになるの？もう大西はオフなんです。じゃあ今日はこの辺で終わります。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。バイバーイ、ありがとうございました。バイバイ。